はい、皆さん、毎度毎度。はい、黒沢先生、毎度ね、ヘアカラーも3回目でいい色味が出る。これで、3回染めて髪の毛とヘアカラーが馴染んでいい色が出るんじゃなくて、1回お試しで染めて、その色の出方を見て、次何色で染めるか、何番で染めるか、アッシュ系にするか、ベージュ系にするか、そういうのを考えて、色をチェンジして、徐々になんか染めて、調整していくってこと。お客さんの好みに合うようにね、初めてご来店してね、で、これと同じに染めてくれと言われてもね、お客さんの好みもわかんないし、うちの毛染めのね、色の出方もわからないからね、とにかく、一回はもう初めからいい色はもう出ないと。まあ一番売れ筋の色で染めて、顔色を伺うっていうの。だから最初からいい色一発で出してくれてたら、はい、無理です。そんなの神様じゃないから分かんないです。まあ、前のお店行って、どこのメーカーの何を使ったのかね。銘柄はまで分かってね。それで、じゃあ同じ色出るかしたら、塗布する時間とかね、塗布する量とかね、放置時間とかね、そういうのもひっくるめて全て真似しないと同じ色ってのは出ないやな。それこそ白髪染めなんか日本で3000種類ぐらい売ってんじゃねえの？そのうちのどれ使ったか分からない？塗布量もわかんない。先生に言ったら薄塗りしていくでね、ちょっと色の出が悪い先生もいりゃ、たっぷり塗る先生もいるしね。たっぷり塗ったからってそんな変わるもんじゃないけど、あと放置時間が早い先生、洗うのが。遅い先生ね。いろいろいるからね、色の出方ってのは本当にやってるお店でね、わかんない。バラバラなのよね。同じものを使ってもね。だからね、本当に一回染めて、その染め上がりを見て、経過観察を見て、次何を使うかね。そこだよね。で、やっぱり何回も何回も繰り返してね、やっぱお客さんの趣味に合わせていくっつうの。だからやっぱりクレーム対策で一言こうやって言うべきだよね。最初からいい色出ますよっつってね、違うじゃんなんて言われたってね、そんなの分かんねえんだから、うちらはさ。やっぱりクレーム対策ってのを考えてね、仕事していかないと、これからね。だからね、次はもっといい色出ますよなんてね、断言しちゃダメだよ。じゃあ次は色変えてみましょうと、明るめにしてみましょうとか、明るかったら暗くしてみましょうとか。で、さらにね、もっと微妙な言ったらね、5と6をね、1対1で足す、1対2で足す、1対4で足すね。で、そうやって微調整をしながらね、いい色を出していくと。とにかくね、いろんなお客様がいるからね、まあ本当に毛染め新規の場合はね、本当くせ者がいるから注意だよね。椅子に座るとね、何色にしますかって言ったらね、自分の頭を指さしてね、これと同じ色になればいいですって。しかもね、3ヶ月か4ヶ月前に染めた白髪染めの毛先部分を指さして、13番か14番ぐらいにもうちゃらけちゃって抜けてるよね、それさして同じに染まればいいですって。まあ、それ言われるとマジでね、やる気が失せる。説明するのもなんか面倒くさくなるね。そういうお客さんの場合はあれかね、カラーチャート見せて好きな色選んでって、白髪染めのね、白髪30%に染めた色見本見せてね、まあ勝手に選んでと。で、そういうことやるとね、見ても分かりませんと。そういう言い逃れするんだよ、そういう人はね。で、染めてから文句言うってのが大体そういう人のパターンだよね。だからそういう人の場合は、まあ無難な色で、気に入らないかもしれないけど、無難な色で染めてきますと。で、明るめがいいですか、茶色がいいですかっつって、明るめっつったらちょっと明るい色で無難に染めると。まあ気に入らないかもしれないけど、一回染めてみなきゃ分からないと。必ずここで気に入らないかもしれないけどってのつけちゃった方がいいかもしれないね。はい、ジプリ先生もね、コメントありがとね。今週はクレームについてすごく考えさせられました。本当にね、クレームはね、これからの時代ね、クレーム対策ね。だカットに関してもね、一回お試しで切りますと。気に入らないかもしれないけど、お試しで切って様子伺いますと。それしか言えないよね。まあ、初夏になってね、日差しが強くなるとね、襟足をね、いつも短く切ってたおばさん、まあ初めて来たおばちゃんでもね、大体襟足ってのは短く切るけどね、初夏になるとね、日焼けするのが痛いから長くしてくれと。それをね、最初に言ってくれればいいんだけど、言わないでただ座って、2ヶ月分切ってくれとか、1ヶ月分切ってくれとか、初めて来てね。そんでまあ適当に切ると、まあ伸びた分切ると、襟足日焼けするからもうちょっと長い方が良かったって、終わってから言うなよお前ってんでね、もう後の祭りなんだよね。で、難癖つけて、まあ、だって金は取っちまうけどね、なんか、何なんだろう、あれ、サイコパスって言っちゃった方がいいね。サイコパス的なお客様ね。これからの美容師ね、サイコパス的なお客様をね、見つけて見抜くってのも必要だよね。本当にサイコパスのお客様ってのは、最初は本当に猫かぶっておとなしいんだよ。もう何も言わずに、問題を起こさないような面して、もう施術始まると徐々に徐々にね、なんか言ってくるっつうの。
だからこれからの美容師ね、ある程度ね、うちのやり方ってのジプリ先生んちのやり方ね、黒沢先生んちのやり方ね、お客さんにね、うちのやり方でやりますというなんか強気なのも必要かもしんないね。これからはね、サービス業だからね、サービスに対してね、お金をもらうんであってね、だから色が出ねえとかなんとかって技術的な問題にね、クレームつけられても困るんだよね。サービス業だから、サービスに対してお金もらってるわけだから、毛染め塗るサービスに対してね、お金もらってるだからうちは技術がないから技術料取ってませんと、こう言ってしまったらどうなのよ。ね、仕上がりが悪くても技術がない人に文句言ってもね、あの小学生にね、高校の数学ができないっつって文句言ってんのと同じですと。ね、はい、お疲れ様でした。